見聞20年8月28日、西日本最大の大名、大内家の重臣であった、末高房が蜂起。主君、大内義隆のいる山口を強襲しました。後に、大寧寺の変と呼ばれる、クーデター事件の勃発です。不意をつかれた義隆は、長門国の大寧寺まで逃れるものの、最後は高房の軍に攻められ、9月1日に自害。また、当時山口にいた朝廷の重鎮たちも、クーデターに巻き込まれ、命を落としました。嫡流が途絶えた大内家では内乱が相次ぎ、わずか6年後に滅亡。西国の戦国史は大きな転換点を迎えます。なぜ、末高房は主君を殺害したのか。本動画は、大寧寺の変の原因について、通説から最新の説まで、比較検証をするものです。ということで、今回は、現在連載中の豪族たちと生毛利元就の奇跡の吠え動画、大寧寺の変が起こった原因について、様々な通説新説を検証していこうか。大使様、よろしくお願いいたします。よろしくなのじゃ。大寧寺の変とは、天文20年8月28日、西国随一の大名であった大内家で起こった政変であり、大内家家臣、末高房の手により、当主である大内義隆、義隆親子が自害させられた事件だ。織田信長、信忠親子が家臣の明智光秀に殺された、本能寺の変と似ていますね。主君を殺害するとはとんでもない奴じゃのう。これにより大内氏は実質的に滅亡。大内家もたった6年で毛利元就に滅ぼされ、これまで大内家を中心に回っていた西国の支配構造が、大きく変化した契機となった。この変がなければ、毛利元就が中国地方で覇権を握ることはできなかったでしょうね。そのため、大寧寺の変は本能寺の変、永禄の変と並び、戦国時代の転換期となった大事件とされており、その原因について妄想無造、様々な説が提唱されている。本能寺の変、秀吉黒幕説みたいなのは聞いたことがあるのじゃ。しかし、大寧寺の変はその歴史的重要性とは裏腹に、一般的な知名度は低く、最近の研究を反映させた解説動画は、片手で数えるほどもないのが現状だ。そもそも大内家自体、信長が台頭する前に滅びているせいで知名度がないですからね。そこで今回は、現在の大寧寺の変の通説や最新の研究説をまとめて紹介し、それぞれの問題点とともに比較していこうという回だ。今回は長くなりそうですね。通説でよく取り沙汰される、大寧寺の変の説明はこうだ。合算と打城の戦いで溺愛していた容姿、常持ちを失い、政治にやる気をなくした義隆は戦を敬遠するようになり、政治を相良武藤ら軍事派の家臣に任せ、公家の真似事をして凶王にふけるようになる。さらには、その多額の出費を賄うために年貢の増徴が行われ、土豪や領民も苦しんだ。こうした大内義隆や相良武藤の行動に、武断派の末高房や内藤沖森は大きな不満を抱き始め、ついには弱腰の主君を打倒するため、クーデターを起こした、という感じだ。しかしこの説、近年ではほぼ完全に否定されている。これについては、今まで本編でも散々解説してきましたね。まずはじめに、この部分、確かに合算と打城の戦いの大敗時、義隆は養子氏である大内久持を失っている。しかし、その翌年には、自身の姉と大友義明の子である、大友春秀を養子とすることで、宿敵だった大友家との融和と、雨子家の反撃の準備を進めている。後継者を失って昇進し続けていたのであれば、こんなことはしませんよね。また、その後義隆は、石見の小笠原家、瀬戸内の村上水軍、備後の山名忠興、備中の細川道忠を次々に下して行き、大寧寺の変直前には、大内家の最大半島を築いている。実際には戦を敬遠するどころか、戦線を拡大していたわけですね。通説とは真逆じゃな。次に、この部分。もしかして逐一否定していく感じですか？公家の真似事をして凶王にふける、これは無能のレッテル張りの際によく用いる設定であり、一昔前であれば、駿河の今川義元もこのようなレッテルを貼られていた。
確かに昔、今川義元は公家の格好で、腰に乗ってる姿で書かれていましたね。義元の公家かぶれも実体を伴わないものだが、義高の公家かぶれは、それとは別の意味で間違っている。どういうことですか？当時、足利将軍家を除けば、武家が従三位以上になるのはほぼ不可能に近かった。にもかかわらず、大内家は大内のりひろ、まさひろ、よしおきよしたかと4代続けて従三位に昇女。よしたかに至っては、将軍足利義晴を追い抜いて、従二位にまで上り詰めている。つまり、よしたかの代には大内家は正当な武家供養の家となっており、公家の真似事をしていたのではなく、立派な公家として活動していたに過ぎない。通説のイメージは、根本的な認識がそもそも間違っているというわけですね。また、義高が太宰の大弐や兵部の京といった、朝廷の任官を買い漁っていた、というパターンもあるが、太宰大弐任官は肥前における大正二家対策のため、兵部の京なども明や朝鮮との外交貿易のためと、義高の任官は、ある程度の実を伴った任官であることは明らかだ。自身の公家としての立場を利用して、したたかに立ち回っていたわけですね。そのため、公家の真似事というのははっきり言って全くのヨタ話なのだよ。次にこの部分、これも無能のレッテル貼りによく使われる文言だが、これは公家趣味と揶揄する朝廷政策の費用が、どこから調達されていたのか知らないことに起因する。谷百姓から絞り取ったものではないのですか？おそらくですが、県民銭と石見銀山ですね。とじこが正解だ。当時大内家は石見銀山を支配することで莫大な資産を増やしており、また、日本での県民銭貿易を独占、琉球や朝鮮とも広く貿易をすることで、他の大名とは一線を画すレベルの資金があった。ただでさえ大大名なのに銀山と貿易を独占しておるのであれば、金は有り余っておろうな。特に当時、貨幣としての銅銭は明からの輸入に頼っており、大げさに言えば、大内家は日本における通貨発行権を握っていたことになる。フレッシュな銭を正規ルートで入手できる唯一の家ですからね。確かに従二位任官の費用に朝廷への献金、公家の滞在費、そして各方面への軍事費は高くついていたことは確かだが、大内家はこうした潤沢な資金を活用して朝廷や公家を財政面から支えていたのであり、この言説はこうした大内家の財政面の強みを一切無視したものとなっている。次に、ちょっと戻ってこの部分。確かに相良武藤と末らの対立は、大内寺の変の要因の一つであるとされているが、そもそも相良家は武藤の父、正藤の頃には先々代、大内正弘の側近として活躍しており、武藤も古くから義高に仕え、合算と太政の戦いの際には、条約をはじめ諸方面の取り次ぎを行っている。別に合算と太政の戦い後に、重用された家臣ではないということじゃな。加えて、武藤は合算と太政の戦いの責任を取らされて、一時失脚しており、武藤が再出資した際には、すでに末のクーデター計画が進んでいたことから、相良武藤とそれを重用する義高に口で、クーデターを起こしたとは考えにくい。確かにその通りじゃな。最後に、この部分、政治に関心を持たない義高に、末や内藤が不満を抱いたとあるが、一番目にも述べたように、義高が政治に関心を失った、という前提が間違っている以上、この部分もトンチンカンな説明になっている。末や内藤の不満は別のところにあるということですね。ただし、藤井隆氏が指摘しているように、天文17年のビンゴ神鍋城の戦いの最終局面、側近、青影高明が、当主の出陣を進言したのに却下された形跡があり、義高本人が出陣して陣頭指揮を取らないことに、不満が募っていた可能性自体はある。しかしそれは弱気とはまた別の話じゃな。このように従来の説は、レッテル貼りと知識不足による誤りを多分に含んでおり、武断派文字派の問題を除けば、ほぼ実態に即していない説となっている。添削が真っ赤っかなのじゃ。これでは近年ではほぼ否定されていると言っても過言ではないですね。続いて見ていく通説は、男色のもつれ説。簡単に言えば、大内義高と男色関係にあった末高草が、愛憎の果てに義高を殺した、という説だ。まるでヒルドラじゃな。この説は別に有力な説ではないが、信長の野望でたびたび取り上げられているせいか、結構根強い説になっている。最近だと末高草のグラフィックも、この説に合わせて美男子になっていますね。そして大体この説についてくるのが、ルイス・フロイスの大内義高表であり、フロイスの日本史によると、
キリスト教の布教に来たフランシスコ・ザビエルが、義高に謁見した際、その男色趣味を非難したことで義高は激怒、ザビエルは慌てて山口を出立した、と記している。キリスト教では同性愛は宗教上の罪としていますからね。しかし、当のザビエル本人がイエズス会に宛てた式によると、義高は1時間以上にも及ぶザビエルたちの説法を聞き、最後は当主自ら見送るほど好意的に接してくれたと書かれており、フロイスの日本史と180度違う主張をしている。本当に主張が真逆じゃな。そもそもフロイスが来日したのは、義高もザビエルも死んだ数年後であり、日本史に関しては大明治の変から40年も後に書かれたものであるため、フロイスの話はかなり怪しいと言わざるを得ない。本人と真逆なこと言っている上に、もともと誇張癖のあることで有名ですからね。普通に考えれば、本人談の方が信用できるのじゃ。しかし、これを合わせて後世では、義高の男色狂いが身を滅ぼした、とされており、安富源内、清志の四郎、毛利高元、小早川高影、相良武藤、冷静高豊など、とにかく義高に優遇イコール男色関係にあった、といったありさまに描かれているが、ほとんどは、後世の軍記物が出典となっている。他はともかく、小早川高影は設定的に無理がありますね。例えば、大内義高記には安富源内について一切書かれていないにもかかわらず、それを元にした大内物語などには、源内と義高の男色関係が加筆されており、しかも後世の軍記物、吉田物語にもほぼ同じ内容が記載されている。後世になって作られた可能性がかなり高いですね。これも家を滅ぼした君主を無能とするための、レッテル貼りの一環と思われるが、大内義高と末高草の男色のみに限れば、一つ証拠がある。え？そうなのですか？先ほども出た大内義高記によると、末高草は若い時、義高と男色関係にあり、わざわざ山口から富田まで通っていたことが記されている。てっきりこちらも創作かと思っていました。ただし藤井隆氏の研究によると、末と義高の男色は一時資料からは確認できず、唯一義高と男色関係が疑われるのは杉高安、という人物だけとしている。誰じゃそやつは、さっきのリストにはない人物ですね。ここは今回の本筋ではないので割愛するが、義高との男色関係が疑われる人物がいるのは確かだが、一般的な男色狂いというイメージは、完全な構成の創作なのだよ。そもそも男色関係を言い出すと、大体の戦国武将も該当しますからね。そのため、そうしたイメージを元に作られたこの説は前提が崩壊しているのだが、仮に百歩譲って末と義高が男色関係にあり、かつ末が他の相手に嫉妬していたとしても、この説には致命的な欠陥がある。何ですか、それは。そんなものに他の重臣や料亭衆、その他の家臣たちが従うわけがない、ということだ。そりゃそうじゃな。そのため、この説も近年では否定。というより相手にされていないのが現状だ。このように、従来説、男色のもつれ説は、よく大明治の変の原因とされることが多いが、近年の研究ではほとんど否定されているのが現状だ。ここまで否定されているのは驚きじゃな。これは本能寺の変の通説にも当てはまる場合が多いが、大体の場合、変の結果から原因が考察され、それが通説として定着する例が非常に多い。今回の場合ですと、変の原因は義高が無能だったから、というイメージが先行していますね。さらに言えば、そうしたイメージ像から構成に様々な創作が生み出され、それによってさらにその説が補強されていき、通説として定着していく。本能寺の変の光秀陰婚説の根拠として、光秀の母が丹波攻めの際に、信長に見殺しにされた、という創作が根拠になっているのが、まさにその一例ですね。しかし、事件というのはその前にある様々な原因の集大成であり、結果から逆算して見ていったのでは、本質に迫ることはできない。結果論で論ずると、今回みたいに過去の資料と矛盾が生じるというわけじゃな。そこでここからは、大明治の変の前にあった出来事から変の原因を推察した、4つの説について紹介していこうと思う。この説は、戦術した通説でも採用されていることの多い説で、戦を避け分岐的な統治をしようとする相良武藤ら分岐派と、それに反対する末高草、内藤沖森ら武断派が対立、
最終的にはクーデターに繋がった、というものだ。従来説で唯一可能性のある原因とおっしゃっていましたね。大寧寺の変のすぐ後に成立したと考えられる、大内義高にも相良武藤の残祖が原因としており、例えば、末高草、内藤沖森、杉重則ら、守護大たちの収葬妨害したり、将軍から沖森、重則への城から笠袋、毛線蔵王への栄転下しに、異議を唱え一旦保留にしたりと、末、内藤、杉らは相良のそうした行動に、相当な恨みを持っていたことが変の原因とされている。相良が義高と重臣たちの仲を引き裂いたわけじゃな。実際に変の前年、末は杉と共に、相良武藤の襲撃殺害を計画、義高の命を受けた杉沖重らの軍と一種即発の状況になった事件があり、彼らと相良武藤の仲が険悪で、それが変の一因であることは間違いない。変の前年にそんなことがあったのじゃな。ただ、戦術したように、武藤が一時没落後も末によるクーデター計画は進んでおり、武藤が再出資した翌年には、すでに計画は大内領国全土にまで網を広げていた。相良が憎いのは当然として、それ以外もあるということじゃな。そのため近年では、末、相良といった個人的な確執ではなく、大内家中における根本的な問題、支配構造の内部矛盾に焦点が当てられている。内部の矛盾、ですか？例えば和田周作氏は、たとえ末や内藤といった守護大レベルの重臣であっても、側近、不良人を介さねば収束が当主に伝わらない、という統治システムを問題し、義高と重臣たちとのディスコミュニケーションが対立を助長したと指摘している。確かに面と向かって喋る機会が少ないと、相手の意図は伝わりにくいですからね。また、藤井隆氏は、大内氏が軍国の運営を守護大に一任していたわけではなく、大内氏の機関である軍大、軍単戦奉行を通じて、割合しっかりと地域社会の問題と向き合っており、時には各守護大、小守護大以上に大内家当主、山口清張が主導権を握っていたことを指摘。これが実務を担当する山口清張の奉行衆と、各守護大ら評定衆の関係を悪化させたのでは、としている。わかりやすく言うとだな。軍事に関しては上手だが、担当国の実務についてはあまり得手ではない守護大層と、地方からの叩き上げも多い実務に熟練した山口清張の役人たち。彼らが評定の場で内政の議論したら守護大たちが言い負かされるに決まっているし、そんなもん彼らにとっては面白くもなんともないだろ。ああ、なるほど、それならわかるのじゃ。そのため、天文13年に制定された、五分国中五八都上場のように、末ら守護大僧らによる分国の主導権の奪取、すなわち大内氏権力の弱体化を狙う動きがあり、一方で義高はそれに対抗するべく特定の奉行人と連携を強めていき、大内義高、奉行衆と末高草、評定衆の決裂に至ったと川岡勉氏は指摘している。普段、分地という考え方の違いではなく、立場の問題というわけじゃな。このように、近年の研究では武断派対分治派の対立、という構造ではなく、大内領国の権力をめぐる奉行衆と、守護大ら評定衆の対立が主軸であり、その最たる例として、相良武藤と末高草の対立があったとする見方が強い。現代風に言うと、武断派を軍部、分治派を官僚に言い換えると分かりやすいかもしれませんね。ちょっと意味合いは違うけど大体そんな感じかな。主君殺しの定番であるにもかかわらず、大寧寺の変ではあまり注目されない説。それが怨恨説だ。本能寺の変でも、明智光秀は信長を恨んでいた、というのは定番中の定番ですね。ということは、末には大内を恨む理由があったということですか。これは末高草個人というより、変の首謀者である末家、内藤家の遺恨になる。ことの発端は約70年前、義高の祖父にあたる大内政広の代に起こった。当時の周防守護大、末家当主は末広盛という人物であったが、文明14年5月、山口の殿中において、広盛は石見国人、吉見の部よりに視察されたのだよ。それは穏やかではないですね。強行に走った吉見の部よりは、長門守護大、内藤広盛によって殺害されるが、その13年後の明応4年2月28日、その内藤広盛が大内政広の手により殺害される。なぜじゃ？これは当時、末広盛の子、竹森が、弟の周防守護大、末沖明を殺害するという事件があり、内藤広則がそれに加担した嫌疑によるものであった。
嫌疑ということは、冤罪の可能性もあったのに正弘は中殺を強行したのですね。藤井隆氏は、この事件と末広森殺害事件が、裏で繋がっていた可能性を指摘している。どういうことですか？この前の応仁の乱時、大内領国にて大内道頓の乱と呼ばれる大規模反乱が起こったが、留守を任されていた末広森は、若干17歳にしてこの乱を鎮圧。これにより家中での発言権を高めており、時に正弘と対立することもあった。当主の権限を侵食しつつあったわけですね。そこで正弘は、吉見信頼の暗殺計画を黙諾、漏洩を防ぐため、即座に内藤博則に信頼を殺害させる。博則に恨みを持つ黒人を使って、勢力排除したということですか？裏事情を知る博則は、博則の意地、竹森に同情、竹森に肩入れしようとしており、正弘は博則の口から真相が漏れることを恐れ、博則の殺害を強行した、というものだ。にわかには信じが大切ですね。無論その証拠となるものは存在しないが、広森殺害後、大内家が報復で吉見氏を攻めた際、突然末一族らを置いて撤退したり、事件に使われた吉見家伝来の担当、浮江を吉見家に返却、その後吉見一族を大内家機関として登用するなど、正弘には明らかに不審な点があることは、確かだ。重臣筆頭を電柱で殺害した国衆相手にしては、あまりにも待遇が良すぎますね。確かにこれならありえそうなのじゃ。実際のところ真相は不明だが、とにかく正弘はかなり理不尽に博則を殺害したことは確かであり、博則の子、博一は激怒して挙兵、次期当主、大内義興によって撃たれる。大内正弘の代、末、内藤家は三代続けてろくな最後を迎えておりませんね。これにより、家中で最も力を持っていた末家、内藤家はかなり弱体化したため、大内義興、大内義隆の代は、当主が政治の主導権を握ることができた。正弘の荒領事の賜物じゃな。しかし、この不当な中殺劇は、後々大きな遺恨として残されることとなり、時代に大明寺の変という形で復讐される。というのが、復讐説の大まかな流れだ。因果が巡って孫の代に降りかかったのじゃな。この説は現在、義隆の義弟であった内藤沖森が、クーデターに誘導した一番の原因とされている一方で、最近の研究により、末隆房は実は末家の人間ではなく、岩見守護代、戸井田高森の弟であることが明らかとなっており、末家出身ではない隆房がこの件を遺恨に思っていたかは疑問が残る。それでも変の一員である可能性は高そうですね。吉見氏は源頼朝の弟、範頼を祖とする、由緒正しき石見国衆であり、増田氏は石見国最大の国衆、石見国衆たちの名士的存在だ。石見国の武将といえば、大体この2家は出てきますね。この増田と吉見、かなり仲が悪いことで有名で、高津川、特に黒谷、身の地をめぐって激しく争っていた。よくある国衆同士の境目争いですね。しかし、彼らの背後にはそれぞれ大内家、末家がついていたことで、地方の領土問題が大内家中の大問題まで発展していった、というのが吉見、増田問題だ。何故そんなことになっておるのですか？これには、先に出てきた末家当主末広森が関係する。またこの人物ですか？広森の妻は増田兼高の娘であったことから、当時から末家と増田家は親戚関係であり、応仁の乱時には、大内道頓方についた吉見成頼を協力して攻めている。もともとは末が増田の味方じゃったのじゃな。これについては反乱に加わっているんだから、吉見氏は攻められても文句は言えんがな。この時、末、増田はこのまま吉見を滅ぼすつもりであったが、広森の権力集中を危惧していた大内正弘は、帰国早々末、増田の意に反して吉見氏を赦免。一方で広森は赦免後も増田氏びいきな裁定をしていたことで、吉見氏の恨みを買い、ついには山口の殿中において、吉見信頼に刺殺される。広森殺害事件はここにも繋がっておったのじゃな。怒り狂った末一族と増田氏は吉見氏を攻めるが、大内正弘はその最中に突如末らを放棄して撤退。以後、吉見一族を大内家機関として取り立てるなど、明らかに吉見氏を優遇する処置を取るのだよ。これは確かに後々遺恨を生みそうですね。むしろ大内の方が吉見びいきじゃったのじゃな。その後、末家では末竹森、沖明による内向が発生、まだ若い広森三男、末沖房が末家当主となり、大内義興、
末置き先には一旦小康状態となる。しかし、その間にも増田宗兼が末置き房の姉妹をめとっており、吉見信よりは大内義隆の姉妹をめとって、大内家と親戚関係となったため、末、増田対大内、吉見の構図は、むしろ悪化していた。本来は吉見と増田の争いだったはずが、大内家中の火薬庫になっていますね。そして大明寺の変の時、増田家当主、増田藤兼は、末高房に誘導して岩見国衆を説得。変の直後には吉見領に侵攻しており、清度は不明だが、この吉見、増田の争いがクーデターに関わっていたのは間違いない。確かにこれは原因の一つである可能性は高そうですね。戦国時代を代表する銀山といえば、石見国の石見銀山と、田島国の生野銀山だが、今回の主題はそちらではなく、九州のとある銀山になる。当時九州に銀山なんてありましたっけ？天文15年7月6日、肥後相良氏の本拠地である人吉盆地の南東部、熊郡宮原というところで銀が発見された。相良氏というと、肥後南部最大の有力国衆ですね。実際にはその少し前には、宮原にて銀銅が産出する可能性を相良家当主、相良長忠は掴んでおり、ちょうどその時朝廷の勅使として下校してきた公家、小月惟春に官邸の相談をした。小月惟春というと、大内義隆の学府、次期当主である大内義隆の祖父ですね。その後、おそらく惟春の仲介で、石見銀山から銅運という銀山大工が派遣され、当時最先端の技術である配布機法により銀25文目を生成、田島の生野銀山にも勝る、という鑑定結果を出した。当時有数の銀山以上の鉱山はすごい発見ですね。相良義重はこの結果を御神女と銘打ち、この宮原銀山の開発に着手することとなる。それと大明寺の変に何か関係があるのですか？おそらく一番の問題は、貿易の競合相手になりかねなかったことでしょうね。どういうことぜ？当時、日本の西、中国明王朝では、基軸通貨を銅銭から銀へと転換したことで、銀の需要が高まっており、日本銀、特に石見銀は明との貿易にとって、重要な輸出品兼現地通貨として重宝されていた。しかし、そこに相良家の銀が流れ込んでくると、大内家の貿易競合相手になるというわけじゃな。しかし、それは大内家全体の問題であって、家中の内乱にはならないのではないですか？そこで出てくるのが、戦術した家臣団の対立だ。九州の国衆と大内家の取り次ぎ役は、あの相良武藤であり、石見銀山を管轄、守護していたのは、石見守護大、戸井田高森であった。さっき出てきた分岐派、武断派で見た対立じゃな。そして、怨恨説でも述べた通り、末高房と戸井田高森は実の兄弟であり、末は権益を侵食しようとする相良派を潰すため、最終的にクーデターを決行した。というのが、銀山問題説の大まかな流れだ。つまり、新たな権益として宮原銀を発展させたい竹藤と、石見銀権益を守りたい高森の対立があったということですか？実際にこの時、鉱物鑑定を依頼された小月惟春は、くれぐれも自身の関与は内密にするよう忠告しており、この宮原銀山の発展が、大内家中の何らかの導火線と繋がっていた可能性はある。しかし、この説の反論は主に二つあり、その一つが、宮原銀山が発見された時、相良武藤は一時的に失脚していたことだ。そういえば先ほどもおっしゃっていましたね。この時武藤は、合算と打上の敗戦の責任を追及され、剃髪して筑前守護大、杉沖和の元に逃亡しており、天文17年8月に武藤が再出仕するまで、九州諸勢力との取り次ぎ役は杉沖重が担当していた。それではこの問題に、武藤が関わっていた可能性は低いですね。しかしそれ以上に問題なのが、そもそも当時の銀山支配は、江戸時代のように一粒も逃さず徹底管理していたわけではなく、銀山の技術統括者、管理人である銀山大工を、大内家が任命、保証する代わりに、生産される銀の一部を大内家に納めさせる、あるいは大内家が銀を購入する、といった間接支配が取られていたことだ。戸井田高森の利権ではなく、大内家に直接入るお金ということじゃな。この方式だと戸井田家が横領していない限り、戸井田家にはあまり利がないですね。無論、石見銀山と石見守護大、戸井田氏の間に関係がなかったとは考えにくいが、主君侵略につながるほどの利権であったか、となると現状疑問が残る。ただ、大明寺の変を、
末は大内氏に従った銀山大工、吉田正成を切腹させ、自身が任命した草宗という人物を、新たに銀山大工に任命しており、末が石見銀山の利権を狙っていたことが、変の一因になった可能性はある。補助的な要因にはなっておるのかもしれぬな。ここまで紹介してきた4つの説。文字部断破対立説、怨恨説、吉見増田問題説、銀山問題説。これらは泰寧寺の変の原因として、今でも有力な説なのだよ。確かにどれもそれなりには納得のいく問題であったのう。しかし太子様、私には、末が主君侵略までに至った理由としては、これらの説は少し弱い気がします。そう言われると確かにのう。とじこの言う通り、これらの説は有力な原因ではあるものの、あくまで副次的、クーデター決行を後押しする要因にとどまっている。しかし、ここからは今回の肝とも言える泰寧寺の変の直接的な原因、最新の学説を3つ、紹介する。3つもあるのですか？これらはつい最近、2019年から2021年にかけて続々と提唱された説であり、しかもお三方ともに、大内氏研究ではかなり名の知れた人物なのだよ。いずれもかなりの根拠があるということじゃな。しかし三者三様で全く違う説を提唱していますね。これらの説は泰寧寺の変の核心に言及した説ではあるが、研究者の間でもまだ議論の途中であることには、注意していただきたい。新説が一番正しいとは限りませんからね。この説は、藤井隆氏が中心となって提唱している説で、簡単に言えば、大内義隆は父義興と同様に上洛する計画を立てていたが、末隆夫妻ら家臣団たちは反発、上洛を阻止するために強行に及んだ、という説だ。大内が上洛しようとしたのですか？そもそも、大内義隆による上洛計画は、天文11年には始まっていた。大内義隆による合算と打城攻め、出雲遠征があった年ですね。合算と打城の戦いの直前、大内義隆は幕府内断衆、大滝春光に上洛の意思表明をしており、実際には、この戦いは上洛計画の一環であり、上洛前後に障害となる雨ごけの征伐を主目的としていた。しかし、この遠征は大失敗に終わってしまった、と。この時幕府も雨ごけ討伐令を出すことで、大内家の出雲遠征を支援していたが、この大敗により幕府の面目も潰れることとなり、大内義隆と足利義晴は疎遠、というよりかなり微妙な関係となる。このあたりの関係はこちらの動画にまとめていますのでそちらを参照ください。お主は誰に言っておるのだ？ただ大内義隆と足利義晴の関係は完全に決裂したわけではなく、義晴は天文16年に坂本に没落した際、大内義隆を頼ろうとしているし、義隆は天文19年5月に足利義晴が死去した際、上洛して幼少の足利義輝を支える表明を、幕府にしている。しかし、雨ごけという目の上の炭鉱部がある以上、そもそも大内家が上洛して将軍を支えるのは難しいのでは？しかし、藤井隆氏によると、天文19年頃に大内家と雨ごけが岩見、出雲を境目として和睦していた形跡があり、それを踏まえると、泰寧寺の変直前の大内家は宿敵雨ごけとも和睦し、敵対していた村上水軍も攻略。中国地方の赤松、山名家、伊予の河野家、北九州の大友家とも友好関係であったため、再び上洛する絶好の機会が整っていたのだよ。確かにこれなら、大内家の周りも道中もしばらくは安泰ですね。上洛してもしばらくは安心じゃのう。さらに、ちょうどこの時に天文16年に出国した大内家主催の県民船が帰国しており、石見銀山の収入も合わせると、潤沢な軍資金が大内家にはあったことになる。まさに運命が義隆に上洛しろと囁いておったのじゃな。しかし、義隆の父、義興が10年近くも上洛した際、結果的に内乱や雨ごけの拡大、分国の疲弊をもたらしており、それを重々知っていた老臣、特に義興と共に上洛していた内藤沖森は、このような身入りのなさすぎる再度の上洛には反対であった、と考えられる。そうでなくても、義隆は一回の上洛失敗を挽回するのに、何年も費やしましたからね。このことから藤井隆氏は、義隆が父義興同様に大胆な上洛をしようとしたのを、末をはじめ家臣団たちは危ぶんでおり、いよいよ上洛が視野に入ってきてしまったこの時に、
犯行に及んだのではないか、という説を立てている。確かにそれならば、この時期に末、内藤らが共謀してクーデターを起こした説明自体はつきますね。ただこの上洛阻止説、藤井氏自身も想像に想像を重ねることになる、と本書で断っている通り、上洛計画を台無しにした末高房、大内義長らに対し、足利義輝が守護職安堵や栄転を与えている矛盾や、義高のみならず義高も殺害し、公家すらも巻き込んだ説明がつかないなど、まだ穴が多く、今後の研究で周りを固めていかなければならない説ではある。今後出るであろう論文に期待ですね。この説は、萩原大輔氏が2021年に提唱した説で、簡単に言えば、当時大内家内を侵食しつつあった公家勢力を排除するため、主君である大内義高と、それに誘導する側近公家たちを殺害した、というものだ。先ほどの上洛説とは異なり、あくまで大内家内での問題によるもの、ということですね。萩原氏は大内寺の変に巻き込まれた公家たちをそれぞれ調査。変に巻き込まれても、生き残っていた公家が何名もいたことを明らかにしている。変で殺されなかった公家もいたのですか？例えば、大劇、清原成方は、変の際に義高方の使者として内藤沖森軍の元に向かい、その際に沖森から引き止められたことで生存している。また、変の際に無残に殺された一人剣は、今まで供養、寺明院元則のこととされていたが、萩原氏は琴継ぐ狂気や大内義高家から、この一人剣は元則のことではなく冷泉家の人間、大内寺の変にて討ち死にした義高の装束の死、冷泉の離島であると指摘しており、寺明院元則は落発しただけで生存していたことを明らかにしている。元則は、二条忠房、三条金寄に並ぶ変で殺された大物公家なので、彼が実は生きていたというのは意外ですね。ただし、その大内義高記では、冷泉の離島のことは象形入道と書かれており、小野光康氏が指摘しているように一人剣は公家の冷泉家のことではなく、大内家諸家、冷泉高豊の一族の誰かである可能性もある。公家の冷泉、大内諸家の冷泉、どちらも大内家中の大物なのであり得そうですね。一方で萩原氏は、公家の飛鳥井正綱、正則親子が変の翌年には山口に立ち寄っていることから、変後の大内政権は公家排除方針を取っておらず、変の目的は公家勢力の皆殺しではなかったと主張。末高房らは、一人剣と小月これ春、この二名を排除するため変を起こしたのであり、その他の殺された公家は最後まで義高に従った、あるいは不運により殺された、という説を提唱している。つまり、公家全員を排除するつもりはなかったということですか？清原成方らを助けたということはそういうことだろうな。この時ターゲットとなった一人剣と小月これ春は、当時大内家の中枢にも関わっており、特に小月これ春は、自身の娘と義高の間に次期当主、義高が生まれていたことから、次期当主の外祖父として大内家中でも発言権を持ちつつあった。なるほどのー。また、天文14年に摂関家、九条種道が山口に下校しようとした際、その旨の手紙を受け取った一人剣と小月これ春は、全く取り合わず共栄を追い返したことにも着目。萩原氏は公家社会の下克上を起こせるほど、この二人が絶大な権威を有していた少佐、としている。九条家と比較すると、価格的には冷泉も小月も隠したのはず。身分の低い公家が、大内家の力を利用して本来の価格差を凌駕する権威を持っていた、ということじゃな。以上のことから萩原氏は、大内寺の変は義高とそれに結びつき権威を拡大した下降公家ら、側近勢力の放逐を目的とした。末、内藤、杉ら大内家機関たちの一揆であったと主張している。要は外部の公家がシャリシャリ出てきて、ふんぞり返っているのが嫌だったというわけじゃな。まあちょっと違うが大体そんな感じだ。この説であれば、なぜ末が大内義高だけでなく、その子義高まで殺害したのか、という疑問についても、排除するこれ春の孫だったから、という説明はつきますね。この説の反論として考えられるのは主に二つ。まず第一に、家臣団がクーデターを起こすほどこの二人は戦争をしていないとおかしいのだが、その根拠がかなり薄いという点だ。そうなのですか？論文中で根拠とする事例も、墨田藤次郎跡目の一件を除けば、この二人の活動は基本的には義高の側近公家としての活動であり、大内義高記に出てくる相良武藤のような、末、内藤らを激怒させるような事例ではない。
当主もろとも殺すほどの殺意の原因とは言い難いというわけじゃな。単に気に食わないというレベルであれば、それこそ御所巻きで排除するはずですしね。また、九条為通の山口下校拒否の一件をもって、公家社会の下克上が起こっていたとしているが、藤井隆氏がすでに指摘しているように、九条為通は現将軍、足利義晴と敵対する足利義綱と深いつながりがあり、義綱に組みしているとみなされることを危険視したため、義高は二人を通じて拒絶した可能性が高く、だからこそ棚森房明も、無駄だと思いつつ、取り次ぎである二人に手紙を送ったものと思われる。そもそも同じ摂関家、二条忠房が同時期に山口に下校していますし、これが二人の独断なら、房明も最初から無駄とは思うわけありませんからね。そのため、この二人がそこまでの牽制を持っていたのかが、今後の焦点になると思われる。そして二つ目は、二条忠房、義豊親子についてだ。巻き込まれて殺された公家じゃな。大内義高記によると、二条忠房は学王寺に逃れたが、杉高助の軍に囲まれ腹を切るよう要求されており、忠房は内藤沖森と交渉しようとするも、早まった兵によって殺されている。また、その子二条義豊は、大寧寺にて除名すると騙され捕縛された末に首を切られており、明らかに二人とも、明確な殺意を持って殺されている。仮に一人剣と小月これ春の排除が目的なら、忠房は捨ておかれ、義豊は除名されているはずですね。無論、大内義高記は信憑性が高いとはいえ一時資料ではないため、完全には信用できないが、果たして本当に公家全体への恨みはなかったか、というのは今後の議論になると思われる。内藤沖森が公家殺害に消極的だっただけで、末安義はやる気満々だったのかもしれぬな。また、これは身も蓋もない話になってしまうが、二条家、天保林三条家といった朝廷の名門を殺害しておきながら、彼らは巻き込まれただけで私たちは朝廷を排除する意図はありません。というのは当時でも通用しないのでは、という問題もある。朝廷からしたら目的は何であれ大敵であることには変わりありませんからね。そのため、今後はこのあたりを固めていかなければならない説だな。最後に紹介する説は、プリンストン大学のトーマス、D、コンラン氏が提唱した説で、簡単に言えば、この時大内義高と後奈良天皇は、山口への遷都、あるいは行幸を計画しており、それを阻止するために強行に走った、とする説だ。コンラン先生とウプ主はアメリカにて対談しておりますので、詳しくはこちらの動画をご覧ください。ただ、今回はあくまで客観的な視点から、この説を解説する。戦術した通り、当時大内義高と後奈良天皇、大内家と朝廷の関係は非常に良好で、義高は朝廷へ毎年多額の支援を送っていたほか、後奈良天皇の即位式の際には2000貫の援助をしていた。朝廷にとっては、義高の金銭支援はありがたいものだったじゃろうな。それだけでなく、後奈良天皇は死の直前、義高の遺志を継ぐ形で裕福寺の再建を求めており、後奈良天皇には、義高に対するある特別な思いがあったことが伺える。数少ない朝廷の庇護者でしたからね。そこで混乱氏は、変の直前における義高と朝廷の関係について調査したところ、6位以下の公家である地下人、雅楽奏者、闘技兼康や、水筒係、水筒広明といった、朝廷の儀式に関わる人物が次々に山口に下校し、変に巻き込まれていることに着目した。普通は摂関家、二条忠房なんかに目が行きがちですが、こういう肝心も巻き込まれていたんですね。特に、普段は御所にて冠や火鉢を用意する役割のため、御所を離れることのないはずの人肝心、串田宗次という人物もこの時変に巻き込まれて殺害されている。そして彼の死後、彼の息子と戸島重貞との争論において、宗次は義高が関への再興をするため、山口に下校していたことが明らかとなる。関へというと、簡単に行われる朝廷の重要儀式ですね。先ほど言及した闘技や水筒も、関へに関わる人物であるし、何より変に巻き込まれた中納言、寺明院元則も、関へのための文書案を作った経験のある人物だ。このことから混乱氏は、当時関へに関わる人物が次々に山口に集まっていたことを指摘、新年の関へを山口で行われるよう、天皇の行幸が計画されていたと主張している。天皇が山口に来るのですか？混乱氏はこれに加え、1551年に関する公家の日記や記録が、極端に少ないことも指摘。
一方で、中国治乱記、足利記世記、室町殿日記、といった資料には天皇の行幸計画が記載されており、この天皇行幸計画は、当時の人にとって広く知られていたものとしている。どれも成立年代が戦後50年以内とはいえ、内容をそのまま鵜呑みにするのは危険ですが、当時の人がどう捉えていたかという意味では重要な調査ですね。以上のことから混乱氏は、大内義隆は後奈良天皇と共に天皇の山口行幸、あるいは山口への戦闘計画しており、それを危惧した三好長慶や九条種道、あるいは足利将軍家が、それを阻止するために変を起こしたとしている。前二つと比較するとかなり大ごとな内容ですね。この説の反論として考えられるのは主に二つ。まず一つが、これは前の二つにも通ずるところだが、天皇の山口行幸、あるいは戦闘計画していたという証拠が薄い、という点だ。そもそも公家の記録がほとんど残っていないのじゃったな。それは仕方ないにせよ、大内家側の文書にすら残っていないのは少々寂しい。ことが大ごとなだけに、一時資料が全くないというのは厳しいですね。また、平安遷都以来、平清盛による福原遷都しか例がない中で、天皇の遷都がそもそも実現可能かについても、慎重に議論すべきところではある。京都を抑えることは朝廷にとってその正当性を維持する上でも重要ですからね。そして二つ目は、実行犯である末や内藤といった家臣団たちが、天皇、朝廷に逆らってまでこの計画を潰す動機がはっきりしないということだ。確かに、家臣団たちにとっても誉れなことのはずじゃしな。わざわざ遠い三好や九条の言うことを、末たちが聞く利点もないですしね。ただ、これに関しては戦術した萩原氏の説で補完可能であり、当時増長しつつあった側近公家勢力と、重臣たちの間に対立があったため、と考えることもできる。一方で、萩原氏と混乱氏の説には、公家全体が中殺対象だったかについて大きな溝がある。他の説で補完していくことで、新たな視点や議論が増えていくのはいいことですね。混乱氏の説は、一見とんでも説のように見えてちゃんと筋は通っており、今後大寧寺の変の研究を進めていくにあたって、重要な論であることは間違いない。あれ、まだ他にありましたっけ？そして、最後に紹介する説は、黒幕説。簡単に言えば、足利将軍家が裏で仕組んでいたとする説だ。ここまで散々通説を批判しまくっていたのに、ここに来て通説を紹介するのですか？まあまあ、話は最後まで聞くがよい。この説は、戦術した混乱氏の論に対して、中原健氏が新たに提唱した説であり、毛利元就黒幕説のような、結果論だけのとんでも説とは一線を画す説だ。本当ですか？クーデターから2年後の天文22年正月、大友春秀は幕府から正式に大内家家督を認められ、義の返帰を受けて大内義長に改名するが、その際、末高草改め末春方は、幕府に対して返帰のお礼をしている。どういうことですか？通説では、末春方の春は、大友春秀からの返帰とされていたが、このことから春は大友春秀ではなく、前将軍、足利義春からの返帰であることが明らかとなる。主君侵略という大罪を犯した人物相手には、あまりに過剰な栄転じゃな。しかし、将軍義春は変の前年、天文19年には亡くなっています。足利義春が末春方に、返帰を与えるのは無理ではないですか？また、この時幕府はクーデターの主犯たち、内藤沖森、杉重則、飯田沖秀にも白笠袋、毛線蔵王位を与えているのだが、怨恨説でも述べた通り、大内義隆記によると内藤、杉には変の前にこれらの栄転が与えられた形跡がある。つまり、末の変気や内藤、杉の白笠袋、毛線蔵王位は、実は変の前に足利義春から与えられるはずだったもので、変後に改めて正式に幕府から与えられたということですか？なんだかきな臭くなってきたのう。さらに、大寧寺の変の1ヶ月後、末らが貧乏国人たちに送った書状によると、今回の義隆侵略と大友春秀擁立は、京都の御下知、すなわち将軍の指示によるものとしている。つまり変も幕府のためにやったということですか？加えて大寧寺の変の少し後、大内家滅亡後に大友家が大内家の家督について幕府に問い合わせた際、大内家の家督については、足利義春の採決をもとに、大友家が決めるという返答をしている。
つまり、亡くなる前に義晴は、大内家の家督を大内義隆の意思ではなく、大友家の意思に委ねる発言をしていたことになりますね。ここまで証拠が揃っていると、さすがに現実味を帯びてきたのう。このことから予想される経緯はおそらくこうだ。合算と太城の敗戦を、足利義晴は大内家に再度上洛を要請していたが、大内義隆は上洛して幕府を支えるどころか、逆に朝廷への結びつきを強めていき、武家供養として、武家秩序から大きく外れた存在になりつつあった。そこで義晴は、大内家の重臣たちに大名レベルの栄転を与え、大内家内部から上洛の機運を高めようとするが、義隆は赤松家における浦上村宗のように、家中内乱の火種になりかねないこの栄転を問題し、幕府の大内家中への介入を危険視した相良武と裏側近たちの手により、一旦保留となる。しかし、この行為は末良にとっては屈辱であり、朝廷秩序に立つ大内義隆、側近たちと、幕府秩序に立つ末隆草良重臣たちの間に、対立が生まれる。そこで義晴は大友家当主、大友義明を介して、義隆を拝着し、大友春秀を当主とすることで、大内、大友家が上洛する画策をし始めるが、天文19年2月10日、大友義明は2回崩れの変にて殺害され、同年5月4日には、足利義晴も死去したことで頓挫する。しかし、大内家内部における対立、クーデター計画は、すでに中止できる臨界点を超えており、翌天文20年8月28日、大内寺の変による主君中殺劇が起こった。というのが、足利義晴黒幕説だ。確かにこれならば、今までの説の問題点をほとんど解決できる上に、証拠もある説になりますね。この説は藤井隆氏の上洛阻止説とは真逆に、家臣団たちが上洛に乗り気だったという説だが、主君侵略をした大内家重臣たちに、幕府が過大な栄転を与えた明確な答えとなっている。ただ、黒幕というよりは原因と言った方が良い気がするのぜ。悪乗りせずに名付けるのであれば、幕府関与説、あるいは上洛強行説になるかな。とはいえ、問題点もそれなりにあるため、ここからさらなる議論をしていく必要はあるけどね。ということで、今回のホイ解説は終わりだ。やっと終わったのぜ。補足説明の長さではないですね。ここまで8つの説を見てきたわけですが、後半の4つは幕府、あるいは朝廷の絡んだ大きな話になっていましたね。前の4つも、義隆の問題というより大内家の問題に近かったのう。実際には大内寺の変の原因は、複合的なものであり、この説が絶対に正しい、というものではないのだが、少なくとも、義隆が無能だったからに帰結する、従来の説はそろそろ改めなくてはなるまい。しかし、どうしてそんな話になっておったのですか？これは戦国時代に滅亡した大名にありがちな話なのだが、滅亡した家の当主が足様に書かれるのは当時から行われており、松代の同社と評されていた義隆も、その例に漏れず悪く言われていた。生き残った人や占領者にとって、先代の良い部分は統治に邪魔ですからね。ひどい話じゃのう。例えば、義隆の場合よく引き合いに出されるのが別紀同説の発言で、彼は資料を書いた義隆が、道理を説いている末隆草より、無道を企てた相良武等を贔屓したため、結局は毛利も隣の思うがままとなった、と評している。別紀同説といえば、大友家の名称ですね。信憑性はありそうじゃけどな。しかし、この書状が変の30年後に書かれた、ということを差し引いても、そもそも同説の大友家は末の変に加担した共犯者であり、末が無道を企てました、というはずがないことには注意が必要だ。主君をかばって、末ではなく義隆と武藤を悪者にした可能性もあるわけですね。そのあたりの関係を差し引いて考える必要があるというわけじゃな。しかし、こうした点は後の世になるにつれ言葉だけが一人歩きしていき、いつの間にか滅亡の原因が、大名個人の技量に集約されてしまった。有名どころだと、北条氏政、今川氏真、武田勝頼、朝倉義景あたりもそうですね。こうした大名たちは滅亡後、式や軍記物によってさらに無能さを強調して書かれていき、いつしかそれが通説として定着するようになる。その方が面白いし、わかりやすいですからね。少なくとも義隆や今川氏真は、江戸中期にはその通説が定着しており、文弱だから滅んだという先入観が、後世に続いていったというわけだ。いつの間にか、それが当たり前のようになってしまったのじゃな。しかし、近年の学術的研究により、
こうした不当な評価はだんだんと見直されており、大内義隆はまさに再評価の最中なのだよ。早く再評価された姿が、通説になるといいですね。ということで、今回はここまでにしよう。それでは皆の者、また会おう。さらばじゃ、またな。